元プロボクサーのですね、渡嘉敷勝雄さんのちょっと話なんですけど、もともとボクサーやられてて、まあ、芸能界に入られたと。その時ですね、街を歩いてたらしいんですよ。それで肩をポーンってぶつけられ、ちょっとその怖いお兄さんというか、その道の方にですね、おいちょっと肩ぶつかったじゃないか、おいお前渡嘉敷だろ、慰謝料払えよみたいな感じでバー言われたらしいんですよ。まあ渡嘉敷さん元チャンピオンでございますから、手出すわけにいかないわけじゃないですか。でいやいやそんなことないですと言ってたら、ちょっとその怖いお兄さんのその秘密基地というか、そちらの事務所の方に連れて行かれたみたいでして、そこでおい慰謝料出せ、金出せ、お前芸能界沈めるぞ、おいどうすんだ、おい誰か頼れるやつ出せって言った時、もう渡嘉敷さんもうパニックになってしまいまして、どうしようと。パッて浮かんだのが公私ともにお世話になってるビートたけしさんだったらしいんですよ。ちょっとたけしさん電話しようってこと、電話したらしいんですよ。電話かかってきて、どうしたんだいって、いや実はこういうことなんですって言ったら、たけしさんが一言、今から行くよって言って、もうベンツでブワーって行かれたらしいんですよ。かっこいい。これその事務所の中に入る前に、たけしさんがその運転手の方に、おいらが中に入って15分経って出てこなかったら警察に電話してくれって一言言って、コツ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 って入ってったらしいんですよ。でも運転手の方もされど混ぜど5分10分15分経っても出てこないですよ。これはまずいと思って、なんとか入れさせてください、なんとか入れさせてくださいってブワーって入れたらしいんですよ。バーってたけしさんがいるドアをバーンって開けたら、たけしさんがいて、まあその若い方がブワーって囲んでて、たけしさんをそこで漫談をやってたんですよ。それでもう そのそちらの方が、いやもうたけちゃんの芸生で見れたよっつって、もう感動して、そのボスを筆頭に若い方が全員頭下げて、イチャモンつけてすいませんでしたっていうので話がまとまったらしいんですけども、かっこいいね。これ続きがございまして、あのたけしさんのお笑いウルトラクイズ、その番組の企画でたけしさんが2階建ての小屋ぐらいのところで縛られて、まあ火がついて炎の中イリュージョンで脱出するっていう企画があったんですよ。これは実はたけしさんが出演者に向けてのドッキリだったんですよ。見た見た。でその時に軍団の方とかどういう対応を取るかっていう、まあ面白い企画だったんですけども、でいざこう縛られて炎になりました。それでスタッフさんがドッキリした後で、あたけしさんが脱出するはずなのに出てきません、これ失敗ですって言った時に、もう騒然となったパキーンと空気の中、軍団よりも先に炎の中に突っ走ってったのが渡嘉敷さんなんです。ですから渡嘉敷さんが困った時はたけしさんが助ける、たけしさんが困った時は渡嘉敷さんが助けるという、この点と点が線になる素晴らしい友情の話でございます。おー鮮やか、来てよバイカメ、もう一打バチか音出るんだ、最悪やで。音出てよかったけど、いやすごいよね。ありがとうございます。